はい、今日はいろいろこの前種まいたんですけど、その後の発芽や成長の様子の動画になります。こちらが1日目の様子ですね。特に大した変化は感じられません。よく見るとちょっと発芽仕掛けてるんかな、これ点みたいなやつが見えますね。こちらはどうでしょう。アデニウムちょっと芽が出てますね。あとは変わりはないかな。早速カビ生えちゃってますね。これは周りの土と一緒にきれいに取り除いておきたいと思います。こちらが3日目の様子になります。どうでしょう。っていうか今日はやらないといけないことがあって、前回種まきの動画見てくれた方に教えてもらったんですけど、このかぶせてる蓋じゃ真っ暗になっちゃって、発芽に光いりますもんね。そのせいでカビも生えやすくなるかもしれないし、最初前準備やることをいろいろですっかり忘れてましたね。ということで蓋はラップをすることにして、湿度を保つことにします。本当教えてくれた方ありがとうございます。はい、こちらが4日目の様子になります。昨日ラップに変えたんで、その変化が見られるのかどうでしょう。エニグマチか、グラキリスもちょっと芽が出ましたね。エニグマチかが順調ですね。おまけの赤べとブレービカリクスは全然でした。こちらはアデニウム、あ、でかなってますね。これ10%26度、 10%26 度って、あ、完全に故障ですよね。もうこの中には入れないようにします。そして様子はペース全然ですね。ちょっとかな、どうなんだろう。グラキリスはまあまあ出てきてますね。ちょっとだけ出てきてます。そしてこちらが5日目の様子になります。だいぶ芽が出てきてますね。アデニウムちょっともうだいぶでかくなったんで、容器からは出して別で腰水していきたいと思います。こんな感じで腰水します。並び替えを、名前が見やすいように並び替えます。こちらも正面向けていきます。アキリス、エニグマチカム倒れてる、後で直そう。レビカリックスもちょっとずつ成長してきています。この赤べのおまけのやつ全然ダメですね。まだそして7日目、ちょうど1週間になります。
ニグマチカム順調ですね。グラキリス、ちょっとグラキリスも倒れてるんで後で直したいと思います。ムレビカリックスちょっと発芽仕掛けてます。こっちはダメかな。ああ一つ出てきてるかな。おお、おまけのアガベもやっと2つ発芽仕掛けてます。そして各地ペース、1つ、各地ペース発芽率悪かったですね。アキリスはちらほら出てきてます。1週間の発芽と成長はこんな感じでした。はい、こちらが8日目の様子になります。さほど変わりないですね。グレビカリックス、エニグマチカム、グレビカリックス、エニグマチカム順調ですね。グラキリスもこっち古い方だったんだよな。グラキリス、グラキリス、グラキリス、各地ペースはダメですね。1本だけ元気に出てきてます。エニグマチカム、このグラキリス、これが古い方、古い方も新しい方も、逆に古い方のが調子いいぐらいですね。とこれもグラキリス、今日からこの蜂たちもこちらの腰水で管理していきたいと思います。はい、だいぶ飛んで1ヶ月後の様子になります。どうなんですかね、こんなもんなんですかね。1ヶ月経って、まあ、初めての種まきで1ヶ月経ってこんな感じですけど、本場もチラチラ出てるやつが結構あるんですよね。この辺のグラキリスとか本場もちょこちょこ揃って、いい感じじゃないでしょうか。大きさ1センチぐらいですね。この辺もエニグマチカム、これもグラキリスか。アデニウムの方は、順調ですね。なかなか成長が早いかな。そうですね、本場も出てきて順調に育ってます。まあ、こんな調子でもうしばらく腰水で様子見ていきたいと思います。